トーブリー、どっかに隠れたり、あ、いたいた、さっきの脇道に隠れていたのか。すごい、なんかもうお兄さんも走り方がすごいヨロヨロになってるけどな。顎が前に出ている。頑張れ。なんかすごいこのお兄さんを応援したくなってきた。ちょっと頑張って一緒にトーブリ捕まえましょうよ。借金のことは置いといて、なんだったらまたあのカモメ団がお別れの時みたいに、おバイクに乗っていきよった。すごい変な乗り方してたな、トーブリ。バイクの上でうつ伏せになって、あの体で操縦できるもんなのか。これでまたなんていうかな、ハイペロ族の皆さんがいるあたりまで走っていったのか。もう一回あの岸のあたりまで行かなきゃダメか。大変だよな、本当追っかけ回すの。バイク使って追いかけるっていうのできないのかな。大惨事が起きとる。大丈夫？派手に転んだよ。だがトーブリさんは大丈夫かの。すごいなんか煙が上がってるけど、何があったの？トーブリだったらスクーターで飛んでったわよ。飛んでった勢いよく。まあ体ちっちゃいからね、人のスクーターだと思って派手にやりやがって。もう北岸まで飛ばされてったのかな。おったまげたよ。だよな、親方大爆走。うん、子供にちょっとトーブリさんの真似をするなって母さんに言われたんだ。相当な無茶してますからね、あの人も。トーブリさんってすごいのね、本当にな。借金取りから逃げ慣れている。慌てて何度も転んでたわ。借金取りからうまく逃げたみたいね。すごいしょんぼりしてる。事故の騒ぎに紛れてすり抜けていったんだ。大したやつだよ。したたかな野郎だな。北に行くにはまあシーパーフに乗せてもらうしかなさそうですけど。トーブリは川の向こうだって。シーパーフ乗ってくよ。さすがにすっ飛んでくわけにもいきませんからね。やっぱりここはシーパーフに乗せてもらうのがいいか。トーブリさんには頑張ってほしいもんです。借金はでもちゃんと、うん、返そうな。この子にまたちょっと PR でもしておきますか。イベントにもシーパーフ出せばいいんだよ。子供はやっぱりシーパーフ好きだもんな。あのくらいの失敗でへこたれる人じゃないわ。すごいなんかたくましいやつですよね。シーパーフに乗ってた。だいぶのんびりとしてたんだな。シーパーフ乗る？乗せてもらえますか。はい、乗って。こうしてる間にトーブリまたどっか遠くに逃げちゃいそうですけどね。すごいゆっくり進んでいく。まだ近くにいるのかな、トーブリ。トーブリさんだったらグアドサラムの方に行ったよ。まあ道はその辺までしか伸びてないですからね。行き先さ、私自分の行くべきところもわからないのよ。たびたびナギ平原をおすすめしているというのに。はい、そんなあなたに青空工事で遊びませんか。悪印象を与えてしまった。違ったっけ。良くないことを教えてしまった。うん、じゃあ青空工事は置いといて、運命の出会いって興味を持ってくれた。うん、ナギ平原。行き先もこれで決まったようなもんでしょう。まったく、次こそうまくいく。うん、失敗してもへこたれない。楽団員さんは船酔い治ってきたような、だけどすっきりしねえ。ながやずーっと船酔いで苦しんでるな。森はいよいよまずいてさ。マカラーニャの森ね。森の様子も気になるけど、今はちょっとトーブリを追っかけないとね。グアドサラムの事務所に逃げ込むつもりじゃんじゃないかしら。事務所もなんか借金取りの人たちがな、扉ガンガン叩いて取り立てに来てたけど、逃げる場所なんてあるのか。この辺りにいるはずなんだが。まさか木の上にいたりしないよな。この野郎、苔にしやがって。本当に木の上にいたのか。北岸でもまた逃げ回り続けるんですかね。
大丈夫？脳天直撃しとったけど。あ、返事がない。ただの、うん、ただの借金取りのようだ。すごい速さに逃げてくな。おじさんがすごい勢いで頑張って追っかけてるけど、捕まえられるか。ジバーフまでけしかけおった。やるなぁ、ほんと、トーブリ。借金取りを追い払うためのジバーフを用意していた。もうやめだやめだ、借金は今度返してもらうよ。すっかりもうなんていうか諦めてしまっとる。ジバーフをけしかけるなんて、トーブリは何でもありだな。何でもあり。ルブラン様は何でもあり。トーブリも何でもあり。カモメ団には何にもなし。悲しいな。おばあちゃんたちは、おばあちゃん確か PR 聞いてくれましたよね。思いっきり楽しもう。悪印象を与えてしまった。宣伝に失敗してる。これちょっとまずいかもしれん。運命の出会いって、うん、こっちは乗り気なんですね。トーブリはどうにか逃げ切ったようですね。グアドサラムまで。逃げ切ったか。ウィウィ、何の用です？皆さん一体。実はね。素晴らしい、素敵な公演になりますよ。残りますね、スピラの歴史に。ぜひぜひ仕切らせてください。この私に。ウィウィ。ところでどうします、会場は。できるだけたくさんの人が集まれる場所がいいんです。となるといかがです、雷平原。あそこならそれもいくらでも。どうやって客を集めるかだな。ウィーウィー、お任せください。用意しますよ、宣伝チーム。お前たち、宣伝する。お客さんいっぱい集めるよ。いいのか、任せて。兄貴のリーダー命令だ。そいつら全員連れてこいってよ。すごい、なんか大所帯になってしまったけれども、またトーブリを、うん、借金取りからかくまうことになってしまったのか。黒き紋章っていうのをもらいましたね。大赤屋に続いて、現在ナギ平原上空、準備はいいか。目についたやつ連れてこい。片っ端から全員集合。任せてね。大丈夫？行ってくるよ。何してるの？ステージに設置する超大型スフィアスクリーンの設計。ユーナの姿を投影すれば後ろの方からもよく見えるし。シンラ君の発明？ふふん。通信スフィアも順調。結構通信入ってるし。すごいね。ふふふん。宣伝チームの出撃完了。よーし、カモメ団会場入りだ。いよいよ会場入りらしいんですけれども、まだその前にやっときたいこともいろいろありますからね。あちこち気になるんだったら通信スフィアで見てみたら、通信スフィアまた新しい映像を見ることもできるみたいですけど。リュックがいない。カモメ団会場直行中。急がないとライブが始まってしまう。ここにリュックがいないってことは、居住区にでも行ったんですかね。ちょっと居住区の様子を見に行きますか。おや、雰囲気が違う。リハーサルだよ。リハーサル、マスターさんが踊って、リュックもいつの間にか歌姫スフィアに着替えている。ユーナさんとリュックさん、もうすぐライブでドキドキね。二人を盛り上げて緊張吹っ飛ばすよ。リズムに合わせて丸×三角四角を押して応援だよ。だそうで。
リズムのガイドは黄色と赤の音符マーク。赤に合うとノリノリ。リュックさんの好きな応援ボタン合わせて決めるとご機嫌だよ。まあ赤い時は丸ボタンとかね。ということで、ほらユーナも着替えて。リハーサルが始まってしまった。というわけで、まあリュックの好きなサインに合わせてテンポよくボタンを押していくっていう風になってますけれども、リズムというかテンポは無視して、とりあえず右下に出ているマークをね、頼りに対応したボタンをただただ連打します。テンポよくなんかこうポンポンと押していくんじゃなく、ね、ボタン押すべきボタンが切り替わったらそのボタンを連打するっていうだけですね。リズムもクソもない、ただのなんというか、すごいなんか賑やかというか厄介なね盛り上げ方をしているわけですけれども、指がそろそろ痛い。これ大丈夫かな。リハーサルがこれでうまくいってるというのか。お疲れさん。リズム101点、フィットネス217点、センスは121点。結構センス褒められてるぞ。総合ポイントは298点。何事もないよ。ゲット、もうすぐだね。お客さん来てくれるかな。そりゃ来るでしょ。雷平家埋まっちゃうよ。でもさ、何歌うの。ねララ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 。ユーナンが作ったの。作ったっていうか、気持ちが流れ込んできて。レンかな。だと思う。どんな人かはわからないけど、少しずつ伝わってくるんだよ。彼女が何を感じていたのか。思いの、そう、かけらだね。レンの思いのかけらをつないでユーナンの歌を作り出す。そんな感じ。お、リュック詩人だね。へへーん。もうすぐ到着するよ。私たちだけ先に下ろして飛空艇であちこちの客を運ぶってさ。しばらく飛空艇に戻れないんだ。そういうこと。会場入りするとしばらく戻ってこれなくなるみたいですから、それまでにやっぱり神羅君から通信スフィアとか見せてもらった方がいいのかもしれませんね。つうわけで、まあリハーサル、あれをリハーサルと、呼んでいいのかわからんけれども、終わったところでブリッジ行こう。そういえばもらった何事もないっていうアクセサリーはどういう効果だったっけ。何事もない、何事もないは全てのステータス異常を防ぐが、いかんせんハイペロ族の装備だけに攻撃力とかは落ちちゃう感じなんですかね。まあリボン的な使い方はできるけどデメリットもあるよという、まあちょっと変わったアクセサリーみたいですけれども、私の勘だとコンサート盛り上がるよ。そらもう大召喚師様のライブやぞ。偽物でさえあの盛り上がりようでしたから。通信スフィア見る。通信スフィア、またちょっと改めて各地の様子っていうのもこの機会に見ておきましょうかね。ビサイドの様子見たら、輪っかの中子供が生まれていたりしているかな。あら、レクレム、今オーラカのみんなも練習はしてないんですかね。レクレム。ああ、あんたか。もう聞いたかもしれんが、俺は同盟本部に戻ることになった。たるんだ連中どもにこの島を任せるのは残念だが。ビサイドは大丈夫。ワッカさんたちがいます。ふん、どうだかな。あいつよりも弟の方がよっぽど頼りになったかね。チャップさんを知ってるの。討伐隊の戦友さ。あいつはいつも言っていた。俺の兄ちゃんはスピラ1だって。なのに面を拝んでみれば甘っちょろいことばかり言っている。ワッカと差しで話したいこともあったが、その気も失せたよ。話すって何を。思い出話さ。さて、おしゃべりはここまでだ。
発の準備があるんでな。行っちゃった。意外な知り合いでしたね。チャップと知り合いだったのか。チャップはもうね、昔死にやられてしまったっていう話なんですけれども、まあその時討伐隊に入ってからベクレムと知り合ったんですかね。意外と人のつながりが見えてきた。ビサイドの次はじゃあキーリカの街の様子見ましょうか。ジーンのスピアはもう壊れて映像も見れないでしょうからね。どんな先輩の様子でも見ておこう。相変わらず一人か。あんたがいないとうちが広すぎて落ち着けないの。毎朝目が覚めてもあんたの顔を見ないと一日が始まった気がしなくて。だから一緒に帰りましょう、バルテロ。こんなの私じゃないわね。コンサート来てね。あんた何も見てないでしょうね。見なかったことにしとくよ。こっちは思い切り通信スピアで見てしまったんだけどな。先輩にバレたら何をされるかわからん。一応まあちょっと切っておきましょうか。なんだかんだやっぱり寂しいんじゃないか。どんな先輩も筋肉ずっとジンで叫んでると思うよ。というわけでもう一回ちょっとビサイドの様子を見てみましょうか。あ、ルル姉貴。こーら、ユナ。え、何？今度はコンサートですって？私が出かけられないのにそんな楽しそうなことするなんてひどいんじゃない？ごめんね、なんだかじっとしてられなくて。なんとかしたくなっちゃったんだ。変わらないわね、ユナ。あんなに変わりたがってたのに。知ってた？何年一緒にいると思ってるの？焦らなくていいのよ。こういうことってきっと自然と変わるの。多分自分で変えるよりずっと素敵に。そういうものなんだ。私自身の経験。おい、ルーン。あんまり出歩いちゃまずいんじゃないのか？大事な大事な体なんだから。はいはい、この人だってそう。自分では全然気づいてないけど。あ、ユナ、何の話だ？女の子の話。そっか、俺は男の子だと思うぞ。毎日ルーのお腹を蹴飛ばしてるからな。やっぱり変わってないかしら。生まれてくる子供の話じゃないんだけどな。ルーン姉貴もだいぶなんていうか丸くなったよな。2年前の旅の時は結構ツンツンしてるイメージもあったけど、まあもうすぐお子さんも生まれますからね。こっちは本当にまあ平和そうで良かったですけどね。フィーリカ島はどんな先輩の様子は、なんか進展があるかな。移動してる。あんた、自分が誰のガードなのか忘れたわけじゃないでしょうね。いつまでも私を放っておくなんてガード失格もいいところだわ。まあ、私もあんたの好きにさせすぎたわね。監督不行き届きってところかしら。二人して反省しないとね。行きましょう、バルテロ。よし、これね。見なかったことにしとくよ。自分はあまり曲げたくないんだろうけどね。見なかったことにしておこう。
まだまだいろいろ様子は見れるか。ルカの放送はなんか新しく見れたりするようになってるかな。故障中。ユーナ様のコンサートは完全生中継で放送予定です。しばらくお待ちください。生中継、まあルカを離れられない人もいるでしょうからね。そういう時やっぱりシェリンダさんがやってるようなスフィア放送っていうのが役に立つか。本当なんていうか、うん、映像文明が発達してるよな。いいことなんじゃない。ここいらでまたちょっとドナ先輩の様子を見てみますか。外にいる。風船が飛ばされてますけど。ああすると G に届くのよ。私も寄ってみるわ。嫌な予感するし。コンサートの成功祈ってるわ。応援してくれるのは嬉しいけど、スフィアが飛ばされてしまった。ジーンに届くとは言ってましたけどね。街にあったスフィアが風船で飛ばされてちゃんとジーンに届いているのか。届いてた。本当に届くもんなんですね。いっぱい風船送られていたんだ。なかなか賑やかなんですけど。おう、バルデロ、なあ見てくれ、ドナが送ってくれた風船が届いたんだ。だからこっちでも、ほら。バルテロさんが？それが何度やっても膨らましすぎて風船が割れてしまうんだ。あお、俺の思いは永久に届かないのか、ドナー。また壊れたし。本当になんていうか、すごい破壊兵器のような声をしているな、バルテロは。風船まで割れてしまうっていうし、いろいろ映像とか見てる間に右上の達成率も 70% にまで上がってきたか。終わりが少しずつ近づいてはね、いるみたいですけれども。映像どこまで見たんだったっけ。次はちょっとじゃあキノコ岩街道で青年同盟の様子を探ってみましょうか。またなんかヤイバルが変なことをしてない。おほほ、新エボン島と戦うんですか。素晴らしい。いえ、万一の備えです。同盟の側から戦いを仕掛ける気はありません。ただそれもいつまで持つか。兵士たちの緊張が限界に達しており、暴発するのは時間の問題です。私の力ではさっきだった兵たちを御しきれぬようで、お恥ずかしい。あと少しだけ抑えてください。みんなが落ち着けるようにやってみます。やはりお強い。承知いたしました。私も名手ヌージになり代わり兵たちをまとめてみせます。ユーナ様は心置きなくご講演を、陰ながら応援させていただきます。隊長さんは本当しっかりしてる人ですよね、うん、若い連中がなんか変な暴走とかしないといいんですけどね。ヤイバルとか特に。ミハルネお兄さん本当にずっと目が死んでいるからすごい気になってしまうけど、ご苦労様です。青年同盟の様子は見て、ルブラン一味の様子もついでに見てみますか。前はここでね、右脳と話をしたりもしましたけど。誰か来る？お、宇野。あんたコンサートやるんだって？うん、よかったら見に来て。そうだな、もう一度みんなで歌えたらいいな。2年前みたいに。あの頃俺たちジーンの奴らにこき使われてた。佐野と一緒に汚い仕事ばっかりな。だけどあんたがシンと戦うって言うんで、祈りの歌を歌ったとき
もうすぐ新しい時代が来るんだってワクワクしたもんだ。またああいう風にスピラを盛り上げてくれよ。頑張ってくれよな。うん、任せといて。本当にすっかり仲良くなってんじゃないかよ、宇野とユーナたちも。まあ会うたび喧嘩するよりはいいんじゃないかな。応援されたし、まあ期待に応えてあげましょう。ルブラン一味の様子も確認できたところで、もう一遍青年同盟確認しますか。隊長さんまだまだ頑張っているんですかね。他の隊員さんたちはずっとなんか忙しそうに走り回ってますけど、今は特に誰も話しかけてこない感じかな。あ、ヤイバル。こんな時にコンサートなんてあんまりですよ。任務さえなければ行けるのに。サボって見に来ない？でも部下に示しがつかないですよ。じゃあ部下の人たちも一緒に。ユーナ様がそうおっしゃるならいいんですかね。いいんじゃない。いいですよね。了解です。では適当に理由をつけて見に行くことにします。本当に行っちゃうのかよ。隣で聞いてた彼は何とも思わないのかよ。マジでみたいな反応全然しないですね。心が死んでいらっしゃるのか。まあていうか上司があんな調子じゃな。確かに表情が死んでも不思議ではないけど。駆け出していった。楽しそうだね。もっぺんここいらでグアドサラムの様子を見てみましょうか。宇野以外に誰かと話ができたりしないかな。なら、ハイペロさんが宣伝中か。女戦闘員、霞か。雷平原コンサート開くよ。お客さんいっぱい集まる。こっちはそれどころじゃないの。来れない、ルブラン様が無事だったら行ってもいいわね。めっちゃなんかアピールされてる。手振られた。なんだかんだやっぱルブランも慕われてはいるんですかね。とりあえずキノコ岩街道ちょっとくどいようですけど、本当にライバルたち仕事をサボってライブ見に行くのかな。本部の様子は相変わらずって感じがしますけどね。本当にみんな部下を引き連れてライブまで行ってしまったというのか。あ、ヤイバル。ヤイバル隊集合。すごい合図を出しとる。新エモン島がユーナ様のコンサートを妨害しようとしているらしい。我が部隊は早速雷平原に向かい、コンサート会場を警護する。ヤイバル隊出発。またなんかこれでゴタゴタ起きそうな感じになりますけど、いいのそんなので。ねえお兄さん、ヤイバル隊はコンサート警備だとよ。喋った。ふざけてやがる。ですよね。理由が理由だしな。やっと喋ってくれたよこの人。ずっとなんかもう喋ってくれないから、精神的に大丈夫なのかと思っていたけど、よかった、ちゃんとこの見張りのお兄さん生きてる人やったんやな。コンサートの警備ね、エボン島の人たちはそんなこと考えてないと思いますけど。新エボン島のまあベベルの様子を念のため確認してみましょうか。あっ、ぶっ壊されたし。いやちょっと前言撤回するわ。ヤイバル隊に任せてあの僧兵さんたちをぶっ潰してもらいなさい。なんてこと仕上がるんだよ。ライブの宣伝しようと思ったのに、やっぱり新エボン島はクソやな。